11月27日朝4時55分の相場解説になります。いつもより1時間ちょっと早いんですけどもね、今日は相場解説始めていきますね。これがデイリーなんですけども、以前までこういうふうに私はお話ししましたね。こういうふうに下がっていって、こういうふうに上がるんだよっていうお話ししました。で、もう一パターンね、これ、また出てきたかみたいなのがあるんですよ。ちょっと見てくださいね。ここが、まあちょっとレンジっぽくなっていて、ここも、まあちょっとまとまってるかなっていうふうに見えるんですけどね。で、ここで、売り買いが転換しているところと、そこに入ってきたのがこれと。で、今後なんですけども、こういうふうに買いでいくとしたら、まあ左右対称に近いかなっていうふうに見えるんですよ。これ今までも何回も出てきてますよね。だから必ずこうなるってことじゃないんですけども、なんとなくそういうふうに見えるなとぼんやり思いながら4時間の方を見ていきますね。4時間。はい、これが4時間なんですけども、4時間のと目安は、ここにヘッド&ショルダーに似た形が出てきて、私はそうじゃないとは思っているんですけども、まあ、示しやすいんでつけておきますね。その後、こう上昇に向かっていくところで、まあ、取れたんではないかなっていうことを申し上げてましたけども、1時間に行きますと、これがね、よくわかるんですよ。1時間で先日ね、もうぐっと、これは取れているだろうというところなんですけども、こういうふうな、ここね、この波動。で、なんでこれが言えるかと言いますと、私はこのレンジがこういうふうになるんではないかなってお話しましたよね。で、ここもレンジのもう一つの点になるから、だから都合、どのレンジかっていうと70ピップスくらい、あれ、すみません。こんな感じですよね。ここ。108円の300あたりから、こちらですね。109円の、まあ050でもいいですけどね。70ぐらいのピップスがこの間に存在するわけなんですよ、ここへ。それはもう前回お話しましたよね。だから、この辺で一旦下がろうが、そのまんま上に行こうが、買いなんだよってことを申し上げていましたけども、まあ、ピタリと一致とはいかないんですけども、こちらの包み足が出たところと、大きくひげを出して止まったところとが、またね、近いというか一緒ということになります。そうすると今後は、こう一回えぐれたんですけども、もう一回このゾーンの上に出ましたんで、こういうふうに跳ねていくんではないかなっていうふうに考えることができます。はい、本日は以上ですけども、いかがでしょうか。今日もちょっと取れるんではないかなと思います。ロスカットを109円の050あたりに、打ってですね、それから110円の方面に買いで入れていこうかと思います。それでは、いってらっしゃい。